Giga. Baldr Heart EXE.聞けるんですね。バルドハートエグゼ。好き勝手しちゃって大丈夫ですよ。燃えてきた。お教えしましょう。ヘロクって助けてって意味じゃないんですか。好き勝手しちゃって大丈夫ですよ。登録してください。ヒヤホヤされてるのは誰ですかね。戦いまくりですね。いい感じにできますよ。スネクラムのことがわかりますよ。ヒヤホヤされてるのは誰ですかね。戦いまくりですね。いい感じにできますよ。スネクラムのことがわかりますよ。練習しましょう。そうしましょう。装備を選びましょう。スイッフンタッ。やっと飛びな。やっと。レッツパーティー。レッツパーティー。練習しましょう。そうしましょう。装備を選びましょう。仲間たちが力を貸しますよ。次の作戦について検討しよう。ワイクリー、ソロー、戦略を練っております。さすが私。よい。かわいい。テレテレしちゃう。私は今ティータイム中でしたよ。よい。今度は私の面倒も見てくれよ。よせよ。押し返すぞ。押し返すぞ。押し返すぞ。私に任せて。ちょっと。いやもう今回限りだからね。どうしたの？何か気になる？私に任せて。バイバイ。やはー、照れますね。どうしたんですか？やだな、もう。
だ。がっかりさ。キョー、どやー、ウッフッフ。燃えてきたぜ。あたしのかっこいい姿を見せてやるよ。なんか戦って、また戦うぞ。見とれてしまった。無理。私は今ティータイム中でしたよ。見られるのも淑女としてのたしなみです。ごきげんよう。なんだなんだ、見ているだけか。身のほど知らずって無敵なのね。その目、自分で潰しておいてね。いつもいつも何かね。今日は済みましたか。見てるだけでもおこがましいんです。今日は済み、いっそ他に見られると。そんな、さらなる腕をもっともっと頑張らなきゃ。お姉さん頑張っちゃう。見たって何も出ないよ。ハロハロ、退屈だ。我を見つめていては身を滅ぼすぞ。ずーっと一緒だよ。ん？どうしたの？ぼっくいしょー。次の実験体はまだか。僕を見るならそれなりの対価を払ってもらうよ。実験をするにはまず切り刻む必要があるからな。私の命安くはないと覚えておきなさい。私をどうするつもり？楽勝ね。が見たいの？しょうがないな。今日もマジック。マジックが見たいの？しょうがないな。私を守るナイト様。こんなに見つめられると、二人の愛は次元をも超える。褒めろっちゃダメ。私にお任せください。飽きるまで見ていってください。本日の予定、近くに行ってた。元気に特訓するであります。恥ずかしいですけど頑張りますです。おはようございます。お祈りしましょう。お恥ずかしいです。あなたのためならいつでもどこでも戦場でも駆けつけます。点検めんどくせえな。いきなりどうしたのさ。ミサイル装填。細かい作業はわらわに向かん。わらわを見るのか。わらわに用か。何かご用ですか。私なんか見て楽しいですか。勉強は好きですよ。私、そんなに物珍しいですか。出撃か。よし来た。どうした？ボサッとするな。整備のバッチビって言うな。私が大きくなってから見に来てください。この女の子たちの今私を見て笑ったでしょ。いつもは似てるところじろじろ見てたりします。殿にお仕えできて幸せです。ドローンと消えますよ。殿にお仕えできて幸せです。特訓あるのみで。先輩の頼みなら仕方ないです。先輩、世話の焼ける。何見てんのよこの変態。あなたの盾としての試練ですか。そんなに見られると。あなたの盾と、さすが私が認めた証拠、誇りに思うぞ。どうした。
何かおかしいところでそこ出陣する。あのこれはご主人調子を見ても何も出ないのに、あなたとのおいしい。どんどん今度は私に任せて。どうしたの、何か。私に任せて。失敗は、やはー、照れますね。お役に立てる。恥ずかしいけど、これでよろしく。なんで見てるんで、これでよろしく。私は今見られるのも出世に。練習しましょう。そうしましょう。知るがいい。貫け。貫け。レッツパーティーやります。とっとと終わらせる。もらえた。もらえた。もらえた。我慢できない。最大チャージ。豪快に行かせてもらうよ。出て放つ。こいつを吹っ飛ばしてさらちにしてやろうぞ。
手を掃除の時間だ。お掃除の時間ですよ。究極忍法爆殺。邪魔をするかです。ちょっと本気だせいか。沈みになりなさい。なんじゃこりゃ。なくなってしまえば、ね、私の全力を解放。私を甘く見ないでください。攻撃をかける。究極忍法。消し積みになりなさい。お目覚めですか、総様。お忘れですか、総様は新しい仲間を求めてこの地を訪れたことを。ええ、ですから私はそのお供として同行したのですよ。私の友人とは違って、ただ待っていても
まりますよ。
そうです、ここは S の奥ですよ。ここにはあらゆるものがデータとして残されています。それは現実の風景も同じです。私たちのように意志を持ったものが近づくことで、このように見て触れられる空間が形作られるのでしょう。おそらくこの近くに探し求める人物がいるはずですよ。どうでしょう。この光景は私たちの知る学園に置換されて見えているだけの可能性もありますから、はっきりしたことは言えませんね。はい？あの人でしょうか。そうですね。では、行ってみますか。お？どうかしましたか？ナンパっすか？どうしたか？アウト？すみません、怪しいものではないんです。王様、あまり余計なことは。いいっすよ、別に。まあ、話聞くくらいは。どうせ暇してますし。王様！することは大体なんとなくそれとなく分かった。それで私にその女子であふれかえったプロダクションに所属しろ。囲っている取り巻きの女子たちに混ざって自分と合体して戦えた。王様はそのようなフレンチの方ではありませんよ。真に誠実で立派な殿方です。まあ、こう見えても人を見る目はある方なんで、その辺はさほど気にしてないっす。でもなんで私なんすか。見ての通り、どこにでもいる普通のか弱い女子ですが。なんすかこれ。光か。光っすか。全然違うっす。あなたはご自身がなぜその斧を持っているかわからないんですか。身に覚えがないっすね。そうさま、これは。私の武器なんすかね。とりあえずしばらく考えさせてもらっていいっすか。ええ、まあ無限
に断るのもあれなんで、それじゃあ今日はこのくらいで。多分大体いつもこの辺りにいると思うんで、適当に探してください。それじゃあ。そうでしたね。アクサーっす。今後ともよろしくっす。それでは、本日最後の演目です。興味のある方は足を止めて、見ていってくださーい。
そうですね。ご観覧ありがとうございます。最高のパフォーマンスを披露しますから、どうか最後まで見ていてくださいね。それでは、ご覧あれ。これは、神業という芸ですね。これは、すごい技、ですね。あははは、大丈夫です。ご心配なく。体は至って丈夫な方なので。あ、やっぱりそうなんですね。それにしても驚きました。本当にすみません。私ここ一番というところでよくこんな感じになっちゃって。今日はありがとうございました。助かりました。みっともないところをお見せしてしまっただけじゃなく、こんなによくしてもらっちゃって、ありがとうございます。そう言ってもらえると嬉しいです。私は続きと言います。もしよかったらまた見に来てくださいね。今度は失敗しないように頑張りますから、よろしくお願いします。ソウさん、つくよみさん、こちらこそ。また次も楽しみにしていますよ。はい。確かにこれといった武器や武術の使い手というわけではありませんでしたね。王様の前に現れたこと自体が何らかの可能性がある相手だということです。ええ、ですから少なくとも彼女にはその力が備わっているはずですよ。
私もです。
だ限界じゃない。さあそこ勝つスイッチャー、そこかスイッチャー、そこかスイッチャー、気合え、そこかスイッチャー、決まった、やりで決まった、そこかやった、そこか切り下げ、よし、そこか切り下げ、嫌い、ネクストパーティー、フィニッシュ、聞いただろう、切り下げ、相手が悪かったな、よし、そこかベッドミナー、そこかそこスイッター、そこかそこか、そこかそこか、手触りよ、そこかベッドミナー、捕まえた、相手が悪かったな、次行ってみよう。なんだ